こんばんは。リナティ、ユキシカカタンありがとう。カズニャン、ユキシカカタンありがとう。オコピ、ポチの数値ありがとう。かっちゃん、こんばんはありがとう。ゴメちゃん、ユキスピありがとう。みずさん、ゆきしかかたありがとう。がくりさん、こんばんは。ひろき、チキ届いた。よすぎた。おー、よかった、ありがとう嬉しい。はがっち、こんばんは。こんばんは。まちさん、ハロー、やっほー、ありがとう。ティア、こんばんは。こんばんは。今日ね、100均でね、来月、再来月かなの、今なんかサンリオ、再来月サンリオやろうかなって思ってて、サンリオのなんかダイソーってサンリオのねシールとかがめっちゃあるので、今すごい可愛いのが売ってたから買いに行ったんだけど、ラスカルがいて、あれこれラスカルだよね、ティアのラスカル思い出しためっちゃラスカルグッズあった。ダイソーラスカル推しっぽい。あずまやゆきしかありがとう。ユキシカカタン、今日チェキチャやろうと思ったのにチェキチャの設定するの忘れちゃったチェキチャの設定を忘れてしまいました。配信終わったらすぐチェキチャ設定するので遊びに来てください。今日はあずまやで思い出したの今日はかすみさんの生誕衣装、ピンクの大きいリボンのついた生誕衣装でチェキチャをしようと思うので、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。配信終わったらすぐします。マブ、ヤッホー、ヤッホー、さくら、ヤッホー、ヤッホー、ゆえさん、ゆきしかかたん、ありがとう。おもちゃに、お、うまいじゃんってめっちゃ褒められるから自分で頑張るようにしてますゆきなしかかたん、ありがとう。わざわざ打ってくれてるね、感じでルトワさん、こんばんは。こんばんは、ありがとう。ツイッターのクリスマスツリーすごかったひろきさん、こんばんは。久しぶり、レイニー、元気かい元気だと嬉しいな、私もこうちゃんと元気に過ごすんだよ。オルバーさん、こんばんは。こんばんは。最近会えてない気がする。ぜひまた定期公演など遊びに来てください。ケンティ、こんばんは、ありがとう。来月の定期公演も来てくれるかな。いいと思うこんばんは、くにさん、ありがとう。ラストに1曲歌おうかと思ってるんですが、そのマイク付きイヤホンがなくって、一回 au ショップに行ったの。そしたら au ショップ在庫切れで、セブンイレブンに行ったらアップルの製品ありますよって言われて、セブンイレブンまで行く途中にミニチュアダックスフンドを見たよ今日で、じゃん、念願のマイク付きマイク付きイヤホンを購入しました、やっとなんか買っても買っても壊れちゃうから、アップルのちゃんとしたやつを買いました。これで私はショールームでカラオケ配信ができちゃいます。髪巻くの偉いじゃん、やった、タオくんありがとう。髪巻いちゃったひろくん、ユキしか勝たん、ありがとう。ユキしか勝たないよ。さっきお花ちゃんの配信見に来てた。そう、かっちゃん見に行ってた。お花好きやからね、かわいいなんかね、たぶんゆかの方がまあ先輩なのかもしれないけど、年も上だし、だけどなんかね、なんか親しみやす、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、自分からこう来てくれたりとか、
話し言葉がすごくラフラフな感じで、なんか先輩こういうペコペコ先輩みたいな感じより、なんかこうなんだろう、なんて言えばいいんだろうね、なんか自分からそういうなんかね壁とかを作らずにこう来てくれて、すごい話しやすくてね、毎回ね話してるんだけどそう、この前会った時も何みたいな、お花ポニーテールなのとか言って楽屋がね一緒で、お花ポニーテールなのみたいな、ポニーテールできちゃう仲さんになったんですみたいな言ってて、焼きなまだできないと言って、お揃いの髪型になるかなと思ったのにとかいう話をしてた。千秋ちゃんこんばんは、池谷ちゃんこんばんは、ありがとう。あ、池谷もそのニコリマークめっちゃ使う超使う、ニコって言ったらそれ出てくるなんかもともと黒く塗りつぶされたニコリマークを使ってたんだけど、それはちょっとなんか怖いなと思って、なんか笑ってなさそうじゃん黒かったら、だからそれをねゲットした。今日は何のたくまで食べるのかな。食べません、来月ですね。最近なんか本当に食べ過ぎちゃって、今日は唐揚げのお弁当を食べたんだけど、食べ過ぎて本当になんかだんだん太ってきたから痩せますって毎回言ってる気がする。なんかうち変動が大きいんだよね、食べれば太るし食べなかったら痩せるしだからまあちょうどいい、よく食べればいいんだよ一番。でもやっぱね食べたい時は本当に食べちゃって、昨日焼きのパスタのお袋 500g 一袋全部食べちゃって、一食夜ご飯でパスタの 500g を1回で全部茹でて、フライパンで鍋入んないから大きいフライパンで茹でて食べたんだけど、1回目はミートソースパスタで食べて、2食目はバジルのパスタで食べたんだけど夜ご飯としてね。そう、なんか本当に1回の食べる量が多すぎて、でもなんか本当に我慢して食べないようにしたらすぐ痩せるから、なんかそれで辻褄を合わせようとしちゃう、もうすぐダメだよね。普段からちょうどいい量をちゃんと食べなきゃいけないんだけど、でも食べなきゃ痩せるって分かってるから、なんか食べちゃってもいいやみたいな、甘い、自分に甘い、甘ったれ、ピシピシ。カタルフ、ゆき姉ちゃんお疲れ様です。お疲れー、昨日ぶり。風邪ひいてないかい。ブラウンユキ、そう、これさ、でもさ黄色っぽい、ちょっとからし色みたいな、茶色というよりかは。ふふ、百均でティアのこと真似してくれたけど、ティアのこと好きじゃん。ラビュー、ラビュー。なんかやっぱりね、例えばスヌーピーのことを好きって言ってるファンの人とか、まあ、ポムポムプリン好きって言ってるファンの方とか、100均にそれこそ携帯ケースとかねあるの、それ見ると毎回思い出す、ああこれ好きなんだな。あとちいかわとかだったら宇佐美さん思い出したりとか今日100均でめっちゃあちいかわあると思って見てた。最先端からのお褒めの言葉、そう、お褒めの言葉いただいた。鍋現場しか行く気でね鍋美味しかったね。ゆきしかかたん、たっくんありがとう、やっほー。昨日たっくんが美味しそうに食べてたから、ゆきなも伊勢海老の鍋に食べちゃった。食べづらかったねあれひろこさん、ゆき好きありがとう、この前会えて嬉しかった。またお友達と一緒に遊びに来てね、待ってるよ。ザキシュン、ゆきしかかたんありがとう、嬉しい。ツイッターもチキツイしてくれてて嬉しかった。あの2票、あの投票できたって言ってくれてたからすごく嬉しかったです。自分のためにそうやってライブにね足を運んでくれるっていう方がいるだけでとっても嬉しいです。ニクスユキシカカタンありがとう、早く会いに来いカズには木曜まで待てないから明日定期明日定期か、早いな。明日はね、ショールーム配信、グループの定期配信あるので、夜は皆さんを退屈させないようにね、21時からはみんなで楽しみましょうね。ひでくん、勇気そぎありがとう勇気になったいきなありがとう。今日最高のコキメロンが届いた、おーよかった、
可愛かったでしょ。ゆずめっちゃチェキ撮るのうまいよね。超可愛く撮れた。もちろん行きますよ。よかった、嬉しい。あ、ひろゆきこんばんは。こいみんじゃん。サンリオ大好きひろゆきくんじゃないですか。ゆきな1月くらいにサンリオやるから、ゆきなのも初めて買ってよサンリオ好きでしょ。マイク付きやん、こにおめ、ありがとう。レンニー人生初とかじゃないんだけどね。お高そう。うん、2000円だった。2200円、意外と安かった。ゆきなは4000円くらいの出費を覚悟してセブンイレブンにこうそそくさそそくさ行ったんだけど、スリーコインズじゃない、スリーコインズじゃないですあ、ベリムこんばんは。こんばんは、ありがとう。鍋フェス楽しかったね。美味しかったです。なんかジンギスカンがあるってね言ってたの、あそこ。でもあんまりなんかさ、はすみさんとかよくさ東京のジンギスカンを食べれなかったけど北海道の食べれたって言うから、ちょっと怖くて食べれなかったでも私は今一番山岡家に行きたいです。この気持ちわかる、プリムくん。マイク付きイヤホンいいやつ。うん、あのなんかアップルのいいやつかな。2200円ってわかんない、アップルのしっかり既製品なんて言うんだっけ、こういうのアップルのやつです。アップルって安心みたいなとこあるよね多分レイジーユキシカカタン、ありがとう。ユキシカカタン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 、嬉しい。今日は首までの服だ、ごめんレイジー嘘嘘、スリーコインじゃないからね、安心してね。巻き髪しか勝たねえ、嬉しい。やっとロングじゃないけど許して、ダキュン。いい肉食べた。え、食べてない。唐揚げ食べちゃってお腹いっぱいになっちゃってさ、いい肉食べようと思ったんだけど、じゃいいお肉ってなんだって思ったのと、いいお肉を一人で食べるのはとても寂しいと思ってやめました。いいお肉を食べるならみんなと食べたいから、今度連れて行ってくださいゆっぴー、ゆっきー好き、ありがとう。ヤッホーありがとう。ツイッターいつもありがとう。しみちゃんこんばんは、ありがとう。昨日は初めまして、来てくれて嬉しかった。またすぐ会いに来てね東京だしね。そう、ハンナ東京だからね、話しやすい。やっぱりけんちゃん、ゆきこんばんは。こんばんは、ありがとう。 YouTube の気になる、あ、そうなんだっけ、ほんとね、この恋はフィクションですだったかな。ツイッターで書いたんだけど、めっちゃ似てるの。もうね、どう、なんか写真とかより、その飯沼愛さんっていう方かな、がもうお花にしか見えなくて、最初どう、なんかそんなに化粧をしてないので、すごい薄いんだけど、多分お花が化粧をせずに学校に行ってるお花を想像したから、高校のお話なんだけど、恋愛のね、きっとこれはお花だと思って、すっごい似てるの。そう、なんか動いてる感じとか笑顔とかがすごく似てて、すごいなんか愛しい気持ちでずっと見てた今ね22話くらい、めっちゃ気になっちゃって、結果がめっちゃ気になるの。なんか顔が見えない相手と連絡を取りながら主人公が成長していく感じのお話なんだけど、めっちゃなんかね気になっちゃってしかも1話12分とかなのね、 YouTube に載ってるやつが。だから1話12分とかだからすぐ見ちゃって、みんなもちょっと気になるようでしたら見てみてくださいみんな押しちゃうDD がいたゆけんちゃんが使ってるの見て使い始めた。あ、そうなの、嬉しい、ありがとう。使って使って、めっちゃ便利だよなんか iPhone のみたいなニッコリマークあんじゃんみたいな、あれだと笑いすぎかなみたいな時とかめっちゃ使える、それあ、ゆりやさんありがとう、会いたすぎてたよ、ありがとう、嬉しい。配信毎回ありがとう、来てくれて。コミュ力見習おうそう、私この前のゼップでラストアイドルさんの楽屋にお邪魔させていただいて、お写真を撮らせていただいたんです。もう本当に嬉しかった、率先してって言って、そう
本当に嬉しかった、最高です。本当にもうゆきなの好きな、ね、曲もねやってくださってたからすごい嬉しかったです。私の推しの山本愛理さんがユニットでねセンターを務めやってた曲もねあったのですごい嬉しかった。1ヶ月単位で見たらプラマイゼロや。そうだね、1ヶ月単位でご飯食べてね最前端に怒られちゃう。キャッ。でもおもちももう諦めてるみたいなとこあるよ。もう言っても食うだろ、食えみたいな感じで言われるもんちゃんこ好きです、ありがとう。ゆきなも好きだよ。けんちゃんありがとう。ゆき愛してるよ、だってそんなにたくさん愛をね毎回ありがとう。本当に嬉しい、ハートありがとう。けんちゃん食べづらかった、帰り息急くさくなかった、え全然なんかわかんない、急くさかったのかな。だってゆきなその後にあゆのさ一本丸々ごとあゆの塩焼きも食べたから気がついたらしなさん一枚ちょろよってくるちょろちょろ。でもそういうとこ好きよ、太ったり痩せたりがすごくよくわかる。すごい。でもゆきな結構ね出るからね。そうなんですよ、顔がこけちゃうし、痩せたら太ったらお腹ぽよぽよだしポモン、あれは半牛丼だよ。あ、そうなんだ、知らなかった。あれか、メールに書いてくれたかポム。そう、ゆいちゃん思い出したの、ポムでそうなんです。けんちゃんたくさんあった、ありがとう。あ、ゆっけいさんですよ、ありがとう。今日もツイッターちゃんといいねしてくれたのを見て嬉しくなりました、ありがとう。サニオユーナー買おうかな、あひろゆきラブありがとう。山本愛理ちゃん写真撮ってくれてて嬉しかった。ひろかさんも好き、今日もすごいね3年前から推しですごい好きなんです。なんかなんだろう、私ハロプロが好きなんですけど、なんかハロプロっぽいんですよね。そうカラコンしない感じもハロプロっぽいくないですかわかるかな、このこの感じ。ひろくんこんばんは、ありがとう。こんばんは。けんちゃんハートたくさんありがとう。あ、そう、純正品だ、純正品。ゆきすきまちさんありがとう。プリンめっちゃ美味しそうやったんやけど、え、プリンなんてあった、全然見てなかった。今岡行く予定立てた、嘘でしょ。ゆきなも行く予定立てよ未経験なの、横浜。あ、ゆきなそっちはないかも。美味しいのかな。え、けんちゃんあとたくさんありがとう。髪かわいいって、ありがとう。ちゆきちゃん嬉しい。唐揚げずるですね、唐揚げは美味しいですからね。近くにあるからそのうち行こうかな。いいなぁ、もしたん今日も来た。ポチャコ、ポチャコかわいい、ポチャコもあった。今日滝沢サム、滝沢サムはりょうくんでしょ。ケロ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 ッピか、カエルか。ポチャコって難しいね、スヌーピーみたいになりそう。いきなりやったしゃぶ、黒豚しゃぶ。鹿児島って黒豚なの有名なの。最上階のお肉とか高いんだ。誰か連れてって牛丼キング食べてないよ、配信で今度やってね。フォーマンスがネジで一番目立ってるよ、ほんとアクアちゃん嬉しい、すごい嬉しい。パフォーマンス褒めてくれるのとっても嬉しいです、ありがとう。ケンちゃんハート500個超えてる、ありがとう。見てみて、恋の、恋もフィクションですか。ゆきなとのフィクションじゃないかもよ。ノンフィクションにするにはゆきなに会いに来ることが大切です。お祝いチキちゃんありがとうね、全然全然お祝いできて嬉しかったよ。ネギトロ特盛りチャレンジね、了解、それもやるわ来月いい大きくなっちゃう抑えるねえ、何個やればいいのえ、
あ、そうなの、千秋ちゃんお揃いじゃん。一緒一緒。どこが好きなの？最近あ、そうなんだ。福山はね、結構本当に大学、あ、違う、高、あ、大学か、1年生くらいの時が一番見てて、ハロコン行ったりとかもそうだけど、あのキュートさんが好きで、解散のコンサート最後の札幌ゼップのツアーも行かせていただきました。そうです。ジュースジュースさんも好き、曲がいいね。アンジュルムさんも好き、曲が好き。そこ2つグループ、私は曲がいいですね、好きですね。あゆの塩焼き、あ、そうなの、全然見てなかった。あゆに一直線だったガニさんカウントかなこれ、ありがとう。全然あゆしか見てなかったや。りょうくんって話懐かしいそうそうそう、いきなそれからりょうくんにしか、りょうくんだと思ってるベリーでも好きです。でもプリも、あ、わかる、私もモームス好き。前5年間アイドルやらせていただいてる時、北海道でカバー曲で生誕の時とかは絶対生誕のソロ曲はハローだった北海道結構ハロータが多くて、そう、みんなでハロー曲でこうやってやってたよ気まぐれプリンセスとかやったかも、一番最後の生誕祭、19歳の生誕祭かな。懐かしい。ということでね、25分間最初は皆さんと一人一人とね、ちょっとお話ししたいなと思って、結構いつもより長めにコメントを読ませていただきました。ありがとうございます、みんな来てくれて。おー、すごい、なんかハロー、ハローの話久しぶりに、配信でしたかも。キュート強いねわかる、ライブのボーマスグッ、わかる。いやでもハローのライブを生で見てしまったらなんかもうすごいよね、圧倒されちゃう。あジュリー空耳したメイちゃん、ミオちゃん、そうですね、私もアンジュルさん好きです。でもなんかすごいね、なんか本当に同じ事務所のグループさんだけど、アンジュルさんは本当になんかオーラが本当にすごいと思ってしまう。本当にすごいオーラ、あとみんな足が綺麗羨ましい。気まぐれプリンセス一番好き。おお、すごい嬉しい。同じ感じだね。じゃあゆきな、あの気まぐれプリンセスもそうだけど、オンリーユーとかも、あの中学校の時かな、ゆきな中3の時、階段の踊り場でやってたヘルプミーとかやってた、友達と振り付け覚えてあゆさんこんばんは。髪切ってたね、この前。言えなかったけど、直接。曲何が一番好き？なんだろう。打天使曲も好きだけど、やっぱりでも、あの、愛しラブとか、可愛い曲が好きだなぁ、と思う。あとあれ、最近やるやつ、ラブスクリーム、ゆきな最初アイスクリームだと思ってたんだけど、ラブスクリームかな、ラブスクリームめっちゃ可愛い。星空ね、あのネージュかわせていいなって思った、あの私もやりたかったな感動してる。おお、嬉しい、一緒のところがめっちゃ見つかって嬉しい。星のラブ大好きなの。カビタのせいか大人っぽくて可愛いな今日も。え、嬉しい、やった、褒めてもらいました、嬉しいです。ラブス、あ、ブスねラブスクリーム、そう、ラブスクリーム好きです。可愛い、なんか可愛い曲がやっぱりネージュってなんか好き、大好きみたいな曲がないから、それこそすごいいいなって思う、そういう曲を聴くと。
録画しときたいぐらいだった本当嬉しい、ありがとう恥ずかしいね、恥ずかしいこと言わないでよ。絶対バランスが大事なんやな、ね、なんかすごいね、打天使曲もすごくかっこよくて好きなんですけど、なんかみんな可愛いじゃないですかアンジュレさんって。自分で俺しか語っちゃう。的にはかっこいい曲の方が好きなの、大好きなの、なんかレス曲って感じですもんね。ゆけいちゃんの視点は参考になる。え、なになに、何の視点何髪切ったことなになにネイジさんもみんな可愛いと聞きましたが、ネイジさんはみんな可愛いですよ。はい、みんなそれぞれ可愛さがあります。あ、声色思考回路も好き。ネイジにはないね、やっぱ君がいないなくらい俺もがやりたいね。大好きだ俺も、あれも、うん、やってほしいそういう曲がねないよね、あんまり。あの、私やっぱりコロナ時期に加入したからコールを聞いたことがなくて、そう、コールを聞いたことがないから、だからなんかどういうコールをするか分からないし、なんかホワイトトリップにガチ恋工場があるみたいなのは聞いたことあるんですけど、だからそう、大好き好き大好き好き、だからね聞いてみたいエイジュンの中でも正統派の美人が多いイメージ。おお、嬉しい、顔ランが高いってことですね。みんななかないように演奏、わー、確かに好きですね、いい曲、本当にたくさん、すごいなんかいい曲が、先輩たちは素晴らしいですね。好きって言われちゃったピュ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 、あーだ大声ダイヤモンドね確かに大好きだ、君が大好きだ、そろそろこれしたいね、本当に世の中平和になってくれ。声の出し方忘れたひでくんが声出してるの想像できないな、口ずさん、あ、口ずさんでるひろきさん、コールアリの現場どんな感じなんだろうね、アイドル現場、あ、そうなんだ、じゃあ最近なんだね、すごいびっくりしそう、最初だったらベタ褒めありがとう、もっと褒めて、もっと褒めて雪のかけらおすすめです。あ、ラブドルさんか、新規なので嘘つき、あ、でもネイジは新規か、耳に、髪を耳にかけられるという、あ、そうなんだ、耳好きなの以上から気づいたけどもう声出ない出してこ、出してこ、リハビリしてこ、どんどんね、難しいね、声を出し慣れてないと出ないのかねコール結構忘れてたマスターも忘れてるゆき、今日は唐揚げ食べた、美味しかった。ステラビーチさんです。あ、ステラビーチさんか、雪のかけら、どんな曲ですか、いい曲ですか、あの、これできたの新規場で一回、あ、ね、そうそうそう、でもなんかさ、なんだっけ、このマスクみたいなの知ってなきゃダメみたいなルールあったよね。ゆきなちゃんの歌でしめっちゃ好き、本当嬉しい、嬉しい、ありがとう、
褒めてもらえると嬉しいわ。コール知らない。コールって何ですか。なんかわーみたいな。勇気みたいな。ねえ、コールを気にされても困りそうだね。そう。初見です。中佐ありがとう。バカ楽しくてこれなんだよな。ね、ゆきなも昔からその皆さんがコールしてる姿も好きだからさ、あのゆきロケパラの一番大好きと言われたいんだ俺ものところをめちゃくちゃずさんでる、いつも俺もってやってる。早く声出ししたいね。マナさん、ゆきなにぴったり。ユッキーユキナ、どっちでもいいよ。でもファンの人にユッキーだと声が出づらいからユキナの方がいいんじゃないって言われたんだけど、昔はユッキーだった。どうしていいか分からない。なるほどね、難しいね。声を出さないっていうのも難しいし、声を出すってなっても難しそうだね。わしもわーしわーしめいちゃんゆうじゅきわーしこれ悪いピピ俺はってやろいいじゃんいいじゃん俺は全然声出ないと思うけど話してしまうので、ゆきなで頼むわ。そういう理由。でもなんかユッキーっていうなんかニックネームだから、ユッキーっていうニックネームってか一緒の名前だよって言ってチェキ来てくれる人とかもいてくれて嬉しい。ユッキーの会を作りましょう。おもちゅーで会えてました。わーしー